紀平島西延遺跡紀平島西延遺跡の位置、紀平島西延遺跡は、香川県香川郡直島町にある古墳時代の遺跡。1979年6月25日、国の史跡に指定された。紀平島は、瀬戸内海に浮かぶ小島で、宇野港の東方、約2キロメートルに位置する。島は東西に長く、南北両岸に、角2カ所計4カ所に、 砂浜が形成されており、それぞれの浜に四角式土器と呼ばれる古墳時代の聖炎土器が堆積している。1954年から近藤義郎らによって発掘調査され、南東浜では炉が5基以上検出されており、炉は長径約3メートル、短径約1.5メートルの楕円型で平石を敷き詰めたものである。炉の周辺には固くしまった面があり、 その外側には多量の声援土器が廃棄されている。丘陵よりには日常生活に用いた土器が多く見られ、人々の居住場所があったようである。四箇所の浜に挟まれた丘陵の尾根には、六世紀から七世紀初に、かけての古墳が十数基認められ、横穴式石室を、主とする。弾き、末木、鉄器の他に関係に近い声援土器が服装されて、おり、 生園に携わった人々の古墳であることが知られる。本遺跡は古墳時代における生産集団のあり方を理解する上で極めて重要であり、また日本で初めて土器生園を実証的に研究した遺跡として学史上も著名である。ありがとうございます。